え、俺、手触り良しだし、もう関節の稼働とかも、もう絶妙だし、うん、他の過去に発売された超合金魂の、特に特撮系のやつとね、一緒に並べるとめっちゃいいです。ここ見えるよね。グレーの色がちょっと違うとこ、ここ押すと、せーの。うん、こんな感じでね、グリーンの部分が発光しているのが見えるかと思います。ボタ,タファの、 秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォタファーです。この動画を見ているあなたは、普段おもちゃを買ったりとかしてますか <laughs> というわけでね、えー、ここ、昨日、今日で届いたおもちゃ、えー、紹介します。<laughs> あ全国のガンゲロウ集結せよ、えー。どうぞね、最後まで見てください。何を買ったかね、ちょっと見ていきましょう。おまずは、ハズブロからいこうか。トランスフォーマーレガシー。 ついにね、新しいシリーズが始まりました。それの、ボイジャークラスのバルクヘッドです。おお、こんな感じになってます。あの、今回のシリーズからね、ついに、ここのパッケージ、あの、プラスチックなくなって、<laughs> 何海外の問いのトライミー的な感じの穴開いてますね。うん。これ日本で発売されるときどうなんだろうなこのか、このキャラクターのね、トランスフォーマープライムだとか、まあアニメーテッドに登場していたキャラクターが、まあ、ちょっとこう、G1 ライク。 うん。あの、伝統的なスタイルになったような感じとなっています。うん。僕個人的にはバルクヘッドすごい好きなんで、これぜひレビューしたいなと思います。ちなみに、ボイジャークラスはもう一つ発売されてて、それが、過去に僕がレビューしたブラスターですね。日本での名前はブロードキャストっていうキャラなんだけど、まあ、それの、まあ、違うんだよ、母ちゃんだからね。箱だけが違う、違うんだよ、母ちゃんだから。うん、まあ、僕はこれだけを買ったという感じです。それから、スタジオシリーズ。 うん。これも、あの、トライミー的な穴開いてます。これはスパイクですね。エクソスーツという、えー、ザ・ムービーのね、映画で登場したこのスーツを着ています。ちゃんとね、これも変形します。小さいですね。小さいサイズのトランスフォーマー。それから、ラヴエッチラブエッチうん。まあ、これいわゆるジャガーさんですね。ムービー版のジャガーさんです。これは第6作品目、バンブルビーに登場した。あのサウンドウェーブあの、僕が過去にレビューした。 あちょっと前にレビューした、あれの中に入れられるやつですね。ジャガーさんの海外版、えー、劇場版といった感じです。さあ次、ダイアクロン。<laughs> ついに、あの、ラジオがあって、そこでついに大発表となりましたね。ついにロボットベース始動というわけで、ダイアクロン盛り上がってますね。というわけでね、僕はこれが届きましたね。ワルダレギオンリッパー、ダーク仮想ドタイプ。 これは通常のワルダレギオンリッパーの、ま、あいわゆるこれ違う、違うんだよ、母ちゃんなんだよ。<laughs> ダイヤクロンも本当にズブヌマです。うん。この色もかっこいいよなちょっとダークカラーになっててね、パープルとかグリーンとか。いかにも悪そうな。あ、さらにね、悪そうな感じ。これはレビューするのかなあー <laughs> 違うんだよ、母ちゃんって言って終わりそうなんだけど、うん。まあ、もし見たければぜひリクエストください。あとは、ダイヤクロン。もう一つこれ届きましたね。パワードグレイター。 外装強化ウェポンセットというわけでね。これは何なのかというと、本来であればもうすでに発売されている、えー、僕が過去にレビューしたね、バトルコンボイとか。同じくバトルコンボイ VMAX。それらをパワーアップできる、まあ多分こ、まあこういう感じですね。こう強化合体、あ、だからまさに外装合体できるね。まあそういうアイテムがあったんだけど。あ、これ、ごめんなさい。これですね。うん、これ。 これの、まあ、さらにパワーアップさせる、えー、パーツセットですね。先にこれが届いちゃったっていう <laughs>、感じです。まだこれ開けてないんだけど、なんかこれだけでもちょっと遊べそうだよね。うん、楽しみです。まあ、これは、あれかなパワードグレーター。そっちをレビューした後やった方がいいのかなという気もします。うん、箱はね、結構薄いですね。えー、ミーは、こんな感じかな。さあ、次は、バンダイ行こう。バンダイ。 まず、プレミアムバンダイでこれが届きました。よいしょ。仮面ライダーディケイド。CSM のディケイドライバーバージョン 2&K タッチというわけで。まあ普段僕があの CSM は全然、まあほとんどレビューしてないんだけど、まあ個人的に好きで色々集めてるんで。いや、嬉しいね。あのディケイドライバー持ってなかったから。ああ。あのバージョン2がね、この間、予約開始になったんで、あちょうど持ってないからこれ買おうというわけでね、買いました。 あの、オーズのやつもね、僕持ってなかったから、それも買いました。まあ、これは個人的に楽しもうかなと思います。もし見たいようであれば、ちょっとリクエストもらえればああ、反響次第ではちょっとやってもいいかなとちょっと考えてますね。さあ、そしてバンダイ。もう一個あるんだけど、ちょっと飛ばします。これですね。ちょっとこのまま失礼します。CSS Toys 新ゲッター1。もうご覧の通りかなりでかいです。 CSM の箱と比べても、かなり大きいですね。シンゲタンもう違うんだよ、母ちゃんなんだよな、ね。<laughs> まあね、結構なんかあ、豪華な箱になってますね。価格もちょっと高かったです。少し前に予約開始されて、あっという間になくなっちゃったかな。今回が確か第3弾だったかな。グレン・ラガン、マジンガー0ときてシンゲタ1ですね。これに関しては、ちょっとだけ先にお見せします。じゃーん、開けちゃいました。 これも、あの、じっくり、これはね、じっくりレビューしようかなと思います。僕の、大人の、僕の手で持ってこんな感じです。かなり重量感があります。で、あの、がっちりしてるんで、あのどこもブラブラになることはないです。商品の仕様としては、まあ、合金トいですね。光る、何、なんていうのかな。もう、いかにも海外の、海外で受けるトイって感じです。光る、でかい、 ダイキャストというね。うん、で、あともう一つシーて言うとバキバキ、うん。もうそういうアレンジが入ってる。いかにも海外の人が好きそうな感じなんだけど。まあ日本でもちょっと流行ってるかなという感じです。で、これは発光って僕さっき言ったんだけど、例えばこのパネルここ見えるよね。グレーの色がちょっと違うとこ、ここを押すと、せーの。うん、こんな感じでね。グリーンの部分が発光しているのが見えるかと思います。 こんな感じで全体の至るグリーンの部分や目の部分なんかがね、発光します。まあ、あの、発光ギミックは僕は2、3回遊んでも満足っていう感じだから、あってもなく、まあ、詳しくはね、レビューでいよっか。うん。まあ、こんな感じで結構でかいですね。こういうの好きな人にとってはいいんじゃない僕も過去に CSS トイズレビューしてて、ああ、こういうのめっちゃ好きっていう人結構いたから、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、この辺もちょっと詳しくね、えー、可動範囲とかさ、いろいろ。 うん。とにかくね、いろいろ違うんで、母ちゃんとか <laughs>、やりたいなと思います。まあ、これはちょっと特別に先行でお見せしました。さあ。さあ、そして最後。えー、これが僕、個人的にはね、僕、これ、すごい待望でした。超合金魂 GX101 ですね。大鉄人17。きたー。もう、このパッケージが本当にかっこよくて、まず。うん。ちょっと、ちょっと、レビューはしないけど、うん。こんな感じですね。 いや余談なんだけど、この動画を見てるあなたは、超合金魂、集めてますか頼む。めっちゃいいから、みんな買ってくれ <laughs>。あの、僕が言うあれではないんだけど、うん、みんなに買ってほしいな、超合金魂。なんでかっていうと、うん、続いてほしいからです。超合金魂といえば、あ昨日かな、ちょうど、大前川アウセンザイター。スパルボ OG に登場するロボットたちのち、えー、過去に発売されてて、まあ、僕もレビューしたんだけど、それが、 ああ再販ちょっと一部リメイクして再販されるらしい。うん、それもね、レビューした時結構人気だったから。いや欲しいなと思う人はぜひ買って欲しいな。ちょっと高いけどね、超合金魂のブランドってね。もう本当に、あの、これからも続いて欲しいです。超合金魂の話だけとかの動画まあ、なんかそれぞれのコンテンツだけトランスフォーマーとかさ、そういうのだけをもうひたすら語るみたいな動画も作りたいんだけどさ。まあ、 興味があるかどうかは分かんないよね、みんながね。<laughs> でもなんかそういう一つのジャンルどっぷり語りたいなーなんてね、本当に思いますね。ごめん。何にも説明してなかったけど、まあ、もうさすが超合金魂ですね。もう劇中のあの変形をね、ちゃんと再現しています。でね、これは、これもちょっと先行で特別にお見せします。<laughs> これさっきまでずっと遊んでた。めちゃくちゃいいよ、これ。僕は全然世代じゃないです。全然世代じゃないけど、やっぱり、 特撮を愛してる人とかさ、まあ、我々界隈はみんな知ってるわけじゃん。大鉄人ワンセブン知らない人。あんまりいないと思うんだけどさ、いいよ、これ。<laughs> え、俺、手触り良しだし、もう関節の稼働とかも、もう絶妙だし、他の過去に発売された超合金魂の、特に特撮系のやつとね、一緒に並べるとめっちゃいいです。先に言うと、 ま、いくつかリメイクとやったけど、もうぶっちぎりで、もうこれが決定版と言っていいでしょう。うん。もうこれが僕の中で決定版です。<laughs> レビュー、あの、じっくり、あの、やるんで、えー、もうぜひ見てください。これは、だから、当時のさ、直撃世代だとお兄さんだね、お兄さんガング野郎で。いや、最近俺模型やってるから、完成品なんて買ってないよっていう人とかね。いや、超合金は俺メインじゃ、メインでやってないんだよなっていう人にも、あのね、それから、 あ最近になってさ、おもちゃ興味持ったとか、年齢問わず、もし気に入ったらさ、あ、なんかかっこいいじゃんっていう方、もしいたらね、ぜひ買ってください。<laughs> 以上かな。 というわけで今回のオタファの購入報告の動画いかがだったでしょうかこの中のレビューしない予定のものもあるけど基本的には順次やっていこうかなと思います。改めてあのちょっと聞きたいんだけど何から見たいですかちょっと久しぶりに聞いてみたいなと思います。ちょっとあのリクエストの高いものからちょっと久しぶりにどんどんやっていこうかなと思っています。今んとこ CSM はちょっとやる予定はないけどリクエストが あの、高かったらね、やりたいなと考えています。あとは、そうだね。いろいろ本当はもっと、これを聞いているあなたとね、いろんなことを語りたいです。さっきも超合金魂の話したけど。いや、これシリーズ続いてほしいなと思ってさ、ちょっとまだ続いていい。超合金魂って今後どうなっていくのかなってちょっとふと思ってさ、えー、まあエクスカイザーとかちょっと、割と新しめというか、こう、マジンガー世代よりちょっと下の、まあだから、 ま、僕ぐらいのうん。僕ぐらいの世代の人にちょっと刺さるラインナップも見え隠れしてるけど、なんだろうね。だから、ゴーディアンとかあの辺も発売されてたけど、その過去のポピーやバンダイのリメイクする弾がだんだん少なくなってきたじゃないなんかそれらが出るのかなとかね。 え個人的にはね、気になってますね。まあ、そういった無駄話でも全然いいんでね。あの、ぜひコメントください。<laughs> あとは、そうだね、トランスフォーマーの話とかもいろいろしたいしね。えー、これ、これとかね。日本版どうなるんだろうね。とかね。あ、まだリメイクされてないあれが欲しいね。とかね。うん。この辺とか。あと、ダイアクロンとかね。うん、ダイアクロン最近ちょっと熱いよね。とか、あと、CSS 当ズとかね。うん、俺はこういう系の。 問いが好きなんだみたいなね、えー、話とか CSM の話とかねどんなことでも結構ですみんなからのコメントそれからリクエストあ順番とかね待ってますそれでは次のレビュー動画でお会いいたしましょうおともでしたまたねー What the fuck no kimchi